全能の神が
聖なる主よ、あなたは愛する子に聞けとお命じになりました。御言葉によって私たちを養ってください。信仰の目が清められて、あなたの顔を仰ぎ見ることができますように。聖霊の交わりの中で、あなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエスキリストによって、地上の種族はすべてあなたによって祝福に入り、アブラムは主の言葉に従って旅立った。東証支援パンフレット4ページ。Thank you.
手元への手紙。愛する者よ、神の力に支えられて、福音のために私と共に苦しみを忍んでください。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、ご自身の計画と恵みによるのです。この恵みは永遠の昔にキリストイエスにおいて私たちのために与えられ、今や私たちの救い主キリストイエスの出現によって明らかにされたものです。キリストは死を滅ぼし、福音を通して不滅の命を表してくださいました。この福音のために私は宣教者、使徒、教師に任命されました。英書パンフレット5ページ。お立ちください。ペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前に変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセのエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。ご望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。するとこれは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が
ちはこれを聞いて入れほしい非常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を止めて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を開けてみるとイエスの他には誰もいなかった。一人が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならないと弟子たちに命じられた。キリストにさおんに。喜びを申し上げます。長い間この二人を支えましたからありがとうございます。皆さん、このめでたい日にようこそおいでになります。昔天国には御父なる神様は御子と聖霊に相談しました。私は本当にいいものを持っています。どこに送りましょうか。そしてよく相談して、一つは中国に送ります。もう一つはフィリピンに送ります。そしてその時、お子さんが生まれて、お子さんが生まれて、そして家族は喜んで迎えしました。そしてしばらくの間、本当にその二人はよく成長するために努力しました。そしてご両親は考えて、本当にその素晴らしいものをもらいましたから、神様に備え物として捧げます。そして神様は喜びました。そして御子は、お父よ、その二人は、あのジャンさんに、それずつ、された修道会に入るように、これは私の会、御言葉の修道会に入る。あ、よろしいです。そしてその二人に神言会に入って、そして長年毎日ミサを捧げながら
それから神学の勉強をしながら、それからいろいろの神父から話を聞いて成長しました。そして聖霊はそれを見て、その二人はイエス・キリストの子細になるようにお定めになりました。その通りになりました。私たちは昨日南山教会でその二人が神父になりました。どのふうに神父になったか私は知りません。これは神様の神秘体の働きです。けれどもどうして神父になるためにわかります？昨日司教様の話と韓国の間に説明がありました。野村司教様の韓国と祈りの中に司祭の権能と責任ははっきり表しました。司祭は祝福するためにも福音を宣言するためにも生贄をするためにも上界をしてもらいました。そうすると老神父ナオスン神父、あなたの主な責任は人々を祝福するためです。それから人々に福音を伝えるためです。それから生贄を捧げるため、その三つの点を果たすと完全な神父様になります。神父という意味は霊的なお父さんです。三つの点を果たせずに他の偉大な技を行っても完全な神父になると言えないと思います。これから二人は小さいとしていろいろの人々を祝福すると思います。一人だけ祝福することができません。それは自分です。小さいの祝福というのは他の人々のために、自分のためではない。祝福を知るならば神様、僕の神様に頼ってください。昨日式が終わってから、野村司教様はこの二人の前にひざまずいて祝福を頼みました。それを見てどんな力があるか、小さいの祝福があるでしょうか。そして大事にしてたくさんの人々を祝福してください。
特に子供たちを祝福してください。特に子供を頭の上にキリストを捧げて言葉を伝えて、そしてその子供は特別な方法で神様の新しい子供に生まれました。それから若い子を祝福してください。俺の人は愛があれば本当に結婚約束しましたから、そしてあなたたちはその前にいます。祝福してください。イエス・キリスト、カナの時には聖母マリアと一緒に若い夫婦を祝福します。これから同じようにします。それから容赦の投与の遺跡によって病気の人、年寄りの人を祝福してください。彼らは非常に弱くなります。けれどもその遺跡によって祝福すると、彼らは慰めをもらいます。彼らは力をもらいます。彼らは許しをもらいます。それからあなたたちはいろいろの人に会うと思います。ある人は神様から離れていきます。良い牧者として呼んでください。どうぞいらっしゃい。神様はあなたを愛しますよ。国会の遺跡として彼らに許しと心の平和をお与えになります。それからたくさんの人々をその手に生態をありますよ。その人々の手の中にイエス様をそのパンの形の下にあります。なことのようになりますよ。イエス様はその人にその人へ導きます。そして祝福します。けれども祝福だけでなくて、あなたたちは福音を伝えなければなりません。弟子たちはイエス様からの特別な発見をもらいました。交渉戦の前にイエス様は彼らに全世界で福音を伝えなさいと言いました。それはお二人の責任です。幸せな責任です。すべての人々に福音を伝えます。それは実際の特別な務めです。けれども二人はもう一つの面から福音を伝わなければなりません。神の御言葉の会に入
たたちはこれから人々を福音を伝えますから、本当に大きな喜びがあります。聖ポールについて考えてください。聖ポールは福音を述べるのはしなければならないことだと言いました。ああ、私は福音を述べないなら、わざわいなことだと書きました。責任です。自由ではありません。実際は福音を伝わらなければなりません。人たちはイエス様から直接に福音を習いました。聖ポールはその特別な啓示によって福音を習いました。あなたたちはこのメッセに参加しながら聖書を聞いて、そして勉強の時聖書を習いました。自由にもらいましたから、そして自由に渡してください。御言葉を述べ伝えなさい。これが良くても悪くても励みなさい。御言葉を述べ伝えていると、二人はイエスのように考え、イエスのように行い、イエスのように話しながら、多くの人々をイエスのところへ導くと思います。それからニャオセンシン様、ホーシン様、あなた方は生贄であるご御身を捧げるのに上態されました。最後の晩餐はイエス様は弟子たちに、これを私の記念として行いなさい。その時小さいになった人たちはパンと葡萄酒をイエスの御体と御血に変える権能をもらったのです。あなたたちも生贄であるミス聖祭を捧げなければなりません。もちろんミス聖祭は神父様だけの生贄ではありません。神父さんたちも一緒にそれを神様に捧げます。しかし神父だけパンをもらって、これは私の体だ、それから葡萄酒の杯を取って、これは私の血であると言います。イエス様は祭壇の上においでになります。そしてその時司祭は代弁者として祈ります。私たちは、自分だけでなくて、みんなで、私たちは、今、御子キリストの救いをもたらす純
難復活昇天の記念し、命に満ちたこの尊い記念を感謝して捧げます。その記念を捧げます。そしてもう一回神様が恩公を見て、ああこれは素晴らしい記念けれども、今回御子だけでなくて、二人は自分の方を神様に捧げます。それはお二人の幸せな責任です。最後になりますが、もう一回今日の福音の言葉へ戻りましょう。三人の弟子たちはイエス様と一緒に山に登りました。そして山の上に、その三人は天から声を聞こえました。それは私の愛する子です。これを聞きなさい。お二人は本当にイエス様の声を聞いて、イエス様の言うことに聞きなさい。人々に祝福してください。人々に福音を伝えなさい。人々と一緒に生贄を捧げなさい。お神様、ナオ神様、おめでとうございます。お立ちください。私たちの信仰宣言をいたしましょう。天皇創造主、
今日この日から始まる彼らの福音宣教者としての道を多くの人々に支えられながら生涯をかけて歩み続けることができますように。主よ、あなたのブドウ畑で働くために多くの志を持っている聖霊を送って、彼らの知恵と才能を教会の中で生かしてください。あなたの恵みが豊かに注がれ、イエス・キリストの教えをこの世界に広く使えることができますように。主よ、私の祈りを聞いてください。愛の源である神よ、この二人の兄弟の司祭所会の恵みを心から感謝いたします。この喜びと恵みの時にあたり、特に今まで深い信仰と教育を授けてくださったご家族に感謝いたします。彼らご家族の上に豊かな祝福と恵みをお与えください。全能の神を、私たちの祈りに耳を傾けて、日々豊かな恵みで満たしてください。あなたに奉仕続けることができますように、主イエス・キリストによって。アーメン。お座りください。奉納の歌、パンフレット8ページ。Thank you.
主の死と復活の記念を行うことができますように、私たちの主イエス・キリストによって。主は皆さんと共に、私は共に、心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによっていつもあなたを讃え、感謝の祈りを捧げます。主キリストはご自分の使徒弟子たちに打ち切りになった後、聖なる山で光り輝く姿を現し、モーセと預言者たちの言葉の通り、苦しみを経て復活の栄光に入ることが推しになりました。神の栄光をたたえる天使と共に、私たちも喜び、感謝の賛歌を捧げます。Thank you.
によって私たちがあなたに捧げられた永遠の備え物となり選ばれた人々、神の母乙女マリアをはじめ聖ヨセフ、人と殉教者聖アーノルフィアンセフ、聖ヨセフ・ライナベネス、国士アマリア・エレナ、国士アマリア・ヨセファ、4人の神言会殉教者と全ての聖人と共に神の国を継ぎ、その取り次ぎによって大切に助けられますように、私たちの罪の許しとなるこの生贄が全世界の平和と救いのためになりますように。父を旅するあなたの教会、私たちの教父フランシスコ、私たちの司教アゴスティヌス・ドゥランドリッチ、司教団と全ての教育者、あなたの神となった全ての人の信仰と愛を強めてください。あなたがここにお集めになった、この家族の願いを受け入れてください。慈しみ深い父よ、あなたの子はどこにいても、すべてあなたのもとに呼び寄せてください。なくなった私たちの兄弟姉妹、また身振りに従って生活し、今はこの世を去ったすべての人をあなたの国に受け入れてください。私たちもいつかその国でいつまでも共にあなたの栄光に預かり、喜びに満たされますように。主キリストを通してあなたをすべての良いものを今日にお与えになります。キリストによって you、oh。
座りください。これより聖体拝領に移ります。中央2列になり、列になりお待ちください。聖体拝領はキリスト教の洗礼を受け、聖体への信仰をカトリックと同じとする方に限ります。なお、司祭の祝福はどなたでも受けることができます。両手を胸の前に合わせて、司祭の前で軽く頭を下げて、祝福をお願いしますとお伝えください。拝領の歌、パンフレット11ページ。Thank you.
配慮後の参加、パンフレット11ページ。お立ちください。祈りましょう。父である神よ、この世を旅する私たちに、あなたは永遠の命の恵みを与えてくださいました。この尊い神秘に預かって心から感謝を捧げます。私たちの主イエスキリストによって、これより神祭による祝福がございます。
主は皆さんと共に。また主祭の森。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。式は終わりましたが、聖堂内ではお静かにお願いいたします。